松坂世代っていうこの世代の国の中に入れたっていうのはすごく嬉しいことです。でも松坂大輔よりも藤川球児の方が早く甲子園でデビューして、まあ、その時からでも球児の球が早かったです。球児世代って言ってもおかしくないよね本当に。皆さんこんにちは。 K-セカンドプレゼンツベースボールペディア、いつもご覧いただきましてありがとうございます。そして今回はこちら新高円寺にありますスポーツゼロよりお届けいたします。そして今回は我らがリーダー中根仁さんと一緒にお送りいたします、はい、よろしくお願いします。はい、今回も頼りにしてますよはい、頑張ります。それでは早速今回のゲストのご紹介です。今回はこの方、古木和明さんです。どうもよろしくお願いいたします。ようこそお越しいただきました。今日はいろいろとあれこれ深掘りしていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。古木さんは三重県の松阪市ご出身ということで、はいはい、トヨタ大谷高校進学されました、はいはい、そして2年生そして3年生の時に甲子園に出場されまして、やっぱり高校時代の思い出といいますと。そうですね、まあ、たくさんはありますけど、松坂世代っていうこの世代のくくりの中に入れたっていうのはすごく嬉しいことですよね。なるほど、はい、もうずっと永遠こうね、その世代というのは松坂世代、うん、松坂世代というふうに言われて、ね、ね、まあまあいろいろありますけど、松坂世代って呼ばれるのはちょっと悔しい人もいれば光栄だって思う人もいるし、僕は42歳になりますけど、このね、あの年齢になるとさすがにそれはないと思うけど、僕はまあどっちかっていうと松坂世代って言われていいじゃんって思ってる。ちなみにじゃあその世代で、はい、あと誰有名？たくさんいるんですよ。ピッチャーから行くと藤川球児。おお、はい、あでも藤川球児スーパースターじゃん。でも松坂大輔よりも藤川球児の方が早く甲子園にはデビューして、でまあ高知商業で兄弟バッテリーみたいな感じでバッテリー組まれて結構有名になったんですよ。で同じ僕も全日本代表としてブラジルに行ったんですけど、球児、うん、も高校2年生の時に日本代表で行ってるんですよ、うん、2人2年で、はい、2年で、まあ、その時からでも球児の球やっぱ早かったです。じゃあもう球児世代って言ってもおかしくないよね本当にそれかもしくは東でがいたので、うん、東で、はい、東でもデビュー早かったんですよ、うんうんうん、だから東で世代と言われてもおかしくなかったかもしれない。あ、そっか、東でもピッチャー。そうですね、あ、でも野手だったんですよ、元々は、うん、で高校3年生の時だけなぜかピッチャーやってました。あ、はい、あ、そういうこと。え、あとは野手は。あと野手はまあ自分有名だったんですよ古木が多分結構野手としては有名だった。トップ？トップじゃない。まあ、水田っていう西武ライオンズのバッターがやっぱ一番良かったかな。あとは九州学院の吉本亮っていう大英ホークスに行った。うん、あとは誰だろう。点々とはいるとは思うんですけど、周一は、まあ、名前を聞かれるのはそれぐらい。で村田周一はバッターとしてはその当時はそんなに有名じゃなかったんです。どっちかというとピッチャー村田修一の方が有名だった。じゃあ松坂世代っていうのは高校の時にもついたの、はい、その時には怪物松坂だったんですけど、うんうんうん、怪物っていう言葉はちょうどあの時だったんですけど、うんうん、でも松坂世代ってついてたのは後々じゃないですか、入ってからじゃないですかね。だから世代っていうね、言葉が今当たり前になってるけど、ね、その前世代って言葉はそんなになかったので、うんうんうん、だから松坂大輔はやっぱりその世代っていう言葉を作ったっていうのは僕にとっては誇りだなって思います。うん、はい、でまた今の野手の選手の皆さんのお話、名前が出ましたけれども、はい、実際に対戦した、それでは投手ピッチャーは、実際に対戦したピッチャーで意識してたのは2年生の時のピッチャーで、すごい JR 東日本じゃないかな、どっか社会人野球でやられたピッチャーで、山本浩二さんっていう大北高校にいたピッチャーなんですけど、その人は僕の中でナンバーワンだったんです。あ、高校時代、はい、2年生の時に対戦したの。はい、もう本当に藤川球児のまっすぐみたいな、こうストレートが伸び上がってくるような、うん、すごいなって思ったのはその人ぐらいで。ちなみにそれは打てた？は高校夏には打てたんですよ。秋に対戦してた時は全く打てなくて、うん、秋あの春の大会を目指すための秋季大会あるじゃないですか、うん、ってことはまだ1年の秋か。そうです、そうです、うん、その時に2年生の山本浩二さんという方がいらっしゃって、うん、その時にはもう全く
歯が立たなかったです、うんうん、で、まあ、夏になったら山本浩二さんの疲れもあるとは思うんですよ、冷戦の、うん、でそういうので打ち崩せましたけど、うん、疲れてなかったらやばかったですね、うん、っていうのが、まあ、僕の中での一番高校時代に対戦したピッチャーの中ですごいピッチャーだなっていうのと、うん、対戦した中では記憶にあるのはやっぱ村田、和田ですね。はい、その2人がやっぱりね、今でも活躍しているようにすごく印象的なピッチャーだったですね。和田投手もすごかった。和田もすごかったですね。やっぱ知らないうちにまっすぐがこう手元まで来てるような。あ、当時から、はい、今とは、まあ、また全く違うとは思うんですけど、うん、まあ、その当時から気配みたいなのはやっぱありましたよね、はい、キレだ。そうですね、キレっていう部分、うん、その2人かな、やっぱり。やっぱりプロ行った2人は、あとね、本当に杉内も一緒の世代にいたので。マジか、いっぱいいんね、スーパースター。どんどん出せばどんどん出てくるんですよ。すごいね、その中で松坂世代って言われる松坂って、うん、そうなんですよね。すごいね、うん、スーパースターだもんね、今聞いてる選手、うん、そうだよ ね、 でしかももうプロに入ってすぐに通用してるわけじゃないですか。だから本当に怪物くんだったんだなとは思いますよね、うん。でもまた当時はやはりその野球に打ち込むその思い。そうですね、僕でもね、本当に高校2年生の時は調子良かったんですけど、高校3年生の時にはあんまり調子がよろしくなくて、僕もそのバッターとしてはダブルキーだみたいな感じのことは言われてたので、世間は松坂君との対戦を見たがってくれてたんですよ。でも僕の中ではもう本当に絶不調で、もう絶対やられる自信があったので、だから絶対に対戦はしたくなかったなっていうのが本音だったですね、うん。不調だったの？不調です。もう全く打てなかったですね。3年の時？はい。なんでなんで？2年の時はまあまあ良かった、はい。変にこうバッティングフォームをいじったりとか欲張りすぎて。いろいろ試しちゃったの？そうです、ね。それではもう脇をかけちゃった。でも3年間ででも52本のホームランを残されて。そうですね、多分もっと打てましたよね、本当だったら。52本はじゃあ2年生ぐらいまででもう40本ぐらい打っちゃったぐらい。あ、そうですね、そうですね。3年生に入ってほとんど打ってないんで、10本も打ってないぐらいなので、あ、本当。2年生の時にまでにそれぐらいは打ってたと思います。45本ぐらいは、はい、そう。じゃあ3年本当打ててないね。本当打ててない、はい、打ててないですね。秋まではギリギリ良かったかなって感じ。ということで、3年生時はまあベスト4で敗退ということに。そうです ね、 ベスト4で、はい、うん、なりましたけれどもね、はい。ただその当時にやはりその高校生ナンバーワンスラッガーとして注目されていらっしゃいましたので、番組の中でも結構その野球に取り込む姿勢だったりとか、はい、結構道具を大切に、はいはいはい、どんな感じだったんですか？実際にはどうだったんだろう。あまりだからそこの部分記憶にないんですよね。バットを、ね、寝てなんたらとか、バットと一緒に打てないから寝てみたいな、うん、よく聞くよね。そう、そういうのはしたって言いますけど、多分それって一回してみようかなと思ってしたぐらいだと思う。本当にそういう神話じゃないけど、バットを大事にして、ね、バットと一緒に寝てとか、バットを大切にして俺は寝てるんだっていうすごい選手がいるとするじゃないですか。それの神話がこう伝わってきて、で、じゃあ俺もそれだったら打てる、もしかして明日打てるかもしれないからそれやってみようとか、たかがそれぐらいのもんだったんだと思うんですけど、それが話が大きくなってしまった。そんなに大切にしてなかったかな。大切にはしてたけど、そこまでね、金属バットじゃないですか、うん、木製バットじゃないから大切にする限度があるじゃないですか。なので磨いてぐらいはしてましたけど、それぐらい。グローブは？グローブは磨いてましたね、ちゃんと。グローブこだわりあった？こだわりとかないですね。ないよね。ないです、下手くそ。全然わかんないです。今でも子供たち教える立場になって、こんなこと言っちゃいけないですけど、今でもわかんないです、どれがいいのか、どれが正しいのかわかんないです、ね。では実際にですね、2年生の時、まあ、そして3年次と、まあ、甲子園に出場されまして、プロ野球を意識されたプロ入り志望というのはいかがだったんでしょうか？どうなんだろう。結局プロ入りはいろいろやっぱ声はかけてもらったりとか、僕一番最初はボーイズリーグで、人数が少なくてリトルリーグに行ったんですけど、ボーイズリーグが地元にあって、その時の代表やってたのが鈴木忠さんっていうすごい古い選手なんですけど、南海ホークスの選手で、ずっとだから広岡さんか野村さんの下でこうマネージャー、ずっと監督付きのマネージャーやってた方がたまたまその地元にいらっしゃって、でその方にずっと教えてもらってたっていう
実は仲が、それでまあリトルリーグ行ってその後中学校行った時にうちの親父がその鈴木さんに時間空いてる時だけお願いしますって頼んでくれて、ずっと教えてもらってたんですよ。そりゃすごいな、はい、それは僕の中ですごい、まあ、僕の師匠だと逆に思ってるぐらいなんですけどその方にいろいろ見てもらってて、で高校2年生の時とかにも親父手にうちは行きたいみたいな感じで言ってくれてたりとか してたみたいで、だからもしかしたら、まあ、本当にプロに入れるっていうような希望はすごく見えてたんですよ。高校2年生ぐらい、はい、でも高校3年生の時にはそんな状態だったじゃないですか、すごい不調の状態だったので全く逆に自信がなかったです。だから大学も考えました。東北福祉大学にセレクション、あ、行ったの？一応セレクションみたいな形で練習見学みたいな行きました。どう？福祉は福祉ですごい人数なんですね、だからもうこの中でね、高校3年生の時に絶不調の中そこで、ね、勝ち抜いていくのはちょっと難しいなとか自分の中でそれが自信なかったので。福祉もいい選手いっぱいいる、ね、はい、ですね。その頃吉見さんがちょうど3年生に超えていた、はいはいはい、で、まあ、自信がなくてっていう中で、まあ、ドラフトになって、その時にはもういろいろスカウト来てた。来てました。1回だけ大勢で学校に来てくれた時があって、その時にちょうどなんか僕がポロポロしてたらしくて、ちょっとーって監督のところで呼ばれて、ボッコゴにしばかれた覚えがスカウトマンの前でボッコゴにやられたそう、はい、その時にちょうどその松岡さんが、まあ、担当スカウトではないんですけど見に来てくれてて、その時のことを今でも言ってくれて、じゃあベイスターズ以外でも、はい、例えばドラあの1位じゃなくて2位3位ぐらいでこう、はい、っていう話は聞いてました。そうだったんだ、はい、本当に僕は福岡ダイエーホークスに行きたかったんですけど、チーム状況とかそういうのを踏まえて、まあ、地元の選手を優先して取らなきゃいけないから、まあ、4位5位っていう指名になってしまうっていうのが聞いてたのと、カープが2位ぐらいで行くっていうふうに聞いてたんですね、みんな評価してたんだね。じゃあ、はい、ドラフト前にはプロには行けるなって思ってたってことだね。そうですね。でもその、まあ、ちょっと恩師がダイエーホークスだったのスカウトマンだったじゃないですか、でその当時もまだスカウトやられてたので、僕としてはなんとかその恩師の着たユニフォームを着て僕もそこで野球やりたいっていう思いはまあありましたね。だから一丁前にちょっと逆指名なんかしちゃってたんですよね。ソフトバンク行きたいからちょっと、指名しないでください。そう4位5位でも、そうですね、まあ、そういう思いが実はあって僕は逆指名してた。結構あるんですよ、はい、プロ入るまでの裏話な、誰でもいろんな選手いろいろあるんだよな、はい、でも他は2位ぐらいで指名、そうですね、カープありそうだったのに、いや指名しないでください、4位5位で、はい、ソフトバンク。そうですね、それはありましたね、それがね、蓋を開けてみたら、ベイスターズがドラフト1位でと、はい、そうですね。で本当にその時も一応前に逆指名してしまったからかもしれないですけど、権藤さんがすぐに来てくれて、途中をそのドラフト会議途中多分抜け出してわざわざ、ね、高輪でやってるじゃないですか、品川でやってるのに、そこからすぐ新幹線乗って名古屋行ってみたいな、じきじきに、はい、3時間ぐらいかかるのにわざわざ来てくれ、あれ98年のドラフトだもんね。そうです、ね、優勝の年だもんね、はいはい、どんなオファーを、あ、その時にあのゴンドさんに言われたのは、あ、会えたんだその日、はい、打の鈴木孝則、守備の石井拓郎みたいな選手を目指して頑張ってくれっていうのは